どうも、いちおです。はい、今回もガチャ動画になります。はい、属性ラッキーシリーズラッキーを回していこうかなと思っております。ミスリルも溜まってきましたし、魔石集会のチケットもね、はい、2枚もらってますので、まあこの辺消化していきたいなと思っております。星6魔石のまだクリアしてない方を挑むにあたってね、強化しておきたい属性がありますので、はい、ちょこちょこ回していこうと思います。どうしようかな。まずは強化したいところは雷物理、あとは地属性物理、この辺をちょっと鍛えたいっすね。あとは静属性物理、はい、まあそのあたりでしょうか。水属性魔法も欲しいですね。いや、もう欲しいとこだらけではありますけども、はい、ミスリル使ってやっていこうと思います。はい、どうしようかな。上から行こうかな。はい、雷属性、雷物理が欲しいです。魔法はそこそこ揃ってますので、本当にそこそこですけどね、揃ってますので物理が欲しいところですね。やっぱなんといってもライトニングですけども、はい、まあなんとか一ついい当たり欲しいですね。これはミスリルでいきたいと思います。いきます、せーの、よいしょ、お願いしますよ。なんかね、こう目の覚めるような引きが欲しいところでありますけども、おお、まあ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 、僕としてはかなりいい引きだと思います。まあ大事なのは中身ですけどね。はい、じゃあスキップいきたいと思います。よいしょ、スキップいきます。よいしょ、ほい、これは全然わからん。ほい、なんか似たようなのが来たぞ。似たようなのが来ましたけど、よいしょ、わあ、これまた鮮やかな、なんかかっこいい剣、はい、見ていきたいと思います。ゼザオーバーフローか、ちょっと待ってね。じゃあ下から見ていきますけど、キングレジェンドマテリア、あー、定格2連か。キング全然使ってないのでね、ちょっとまあ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 、でもいつかは役に立つ時が来るでしょう。で、はい、キングの戦技、うん、まあ星6戦技はまあ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 、いくらあっても腐ることはないと思います。そしてゼザのオーバーフロー奥義、氷だけど氷地雷できたか。はい、わかりました。まあ対して強化にはならなかったかなといったところですね。はい、でもって地属性はもう回したから、ちょっとこれはまずパスして、そうですね、水行こうかな。はい、ここは少しずつですけどね、揃ってきましたので、物理じゃなくて魔法が欲しいですね。はい、なんか水魔法の覚醒引けたらいいなということで行きたいと思います。せーの、よいしょ。さあ、覚醒引きたいですね。しばらくこのシリーズ、属性ラッキーではいい引きできてなかったので、はい、2個、今日はなかなか数だけはいい引きできてるんじゃないでしょうか。じゃあスキップいきたいと思います。よいしょ、あれ、はい、うん、まあ魔法だよね多分ね。よいしょ、これは分からん。はい、見ていきたいと思います。よいしょ、超絶、ちょっと待って、ちょっと待って、これは、はい、普通のオーバーフローですね。リディア、まあどうなんかな、これはレンズ交換できるのかな、ちょっと分かんないけど。で、輪っか、
いや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 、これもね、いいんだけど。って感じですね。ここもちょっとね、根本的な、なんていうか、解決というか、強化になりませんでしたね。じゃあ次、生属性。こっちはですね、物理。はい。物理が欲しいです。物理の覚醒が欲しい。いきます。せーの。よいしょ。物理欲しいっすね。どうでしょうか。よいしょ。いや、いいね。数はいいんだけど、中身なんですよね。中身。はい、じゃあスキップいきたいと思います。はいはい、よいしょ。見たことあるようなないような、これは見たことないっすね。でも物理じゃない、これは物理だね。はい、じゃあ見ていきたいと思います。なんか来い。おバッシュさんの覚醒ですね。まあ下から見ていきましょう。ベアトリックスオバフローギー、あ、これは、はい、かなりいいと思います。僕、ベアトリックスは、シンクロを持ってますので、覚醒は持ってないんだけど、シンクロは持ってますので、これは、まあ、僕的には、当たりだと思います。はい。で、これは、アスラノロット、アルク、覚醒、はい。地震ステータスで15連星、水無属性単体召喚、白魔法攻撃、一定時間星水耐性レベル2ダウン、一定時間地震有心覚醒モードでいいのかな。はい、限界突破レベル1アップ、ツインエレメントモード、あ、なるほど、両方いけるのか。星も水も両方いけるってこと。3回使用するたびに追撃、ほうほうほう、いいじゃないですか。もう1回放つも来てますしね。まあ念願の水魔法っていうのもありますけど、まあでもツインエレメント僕使い切れるかどうかっていうね、そういう不安もあるんですけど、まあ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 、ありがたいですね。はい、で来ましたね、生属性物理バッシュ。はい、バッシュさん、あ、これもツインエレメントなのか。15連星炎闇、無属性遠距離単体仏光、一定時間自身にダルマスカ将軍覚醒モード、限界突破レベルアップのツインエレメント、ブレイカーナイトモード、ちょっともう全然わけわからんな。聖炎アビを2回使用するたびに追撃、聖と炎でツインエレメントできるってことか。 OK、 わかりました。まあこれはちょっとありがたい。バッシュがレンズ交換ね、どういったものを交換できるかっていうのもポイントになってくるとは思いますけど、はい、これはありがたい。よし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 、あとはどうしようかな。地属性チケット地属性いくか。あのね、ティファーがね、あの、なんだろう、リミットブレイクオーバーフローだったっけ、あの、それを手に入れたので覚醒かシンクロ欲しいんですよね。ティファーのシンクロ覚醒なので、チケットで地属性回していくか、悩みますね。それとも雷物理をチケットで引くか悩みます。はい、めちゃくちゃ悩んでおります。ちょっとシリーズいこうか。シリーズの13引いてみようかね。これでライトニング引ける可能性もありますので、ちょっとこれ一回いこう。おっと、ちょっとちょっと待ってください。なんか戦技とかなんか適当なやつ変えていきたいなと思いますけど、まあ何でもいいんですけどね、まあ何でもいいんですけど、この辺なんか適当に
はい、オッケー。よし、行こう。行きます。せーの。よいしょ。今、いい流れでね、来てますから、もしかしたら、ライトニングの覚醒、もしくはシンクロ積もれるかもしれない。どうだ ?1 個、オッケーオッケー。1個あれば、この1個が覚醒かシンクロであれば、オッケー。スキップいきます。よいしょ。おっと、これはノエルだっけ?よいしょ。あー、セラですね。はい。よし。おおおお、いい流れ来てるじゃないですか。はい。ノエルのバースト。はい。で、セラの覚醒。あーざす、これはちょっといい流れ来てますね。水属性強化なのか、これは。氷、水。はい。あ、氷と水のあれかな、ツインエレメント系のやつかな、ダブルクリスタリウムモード。はい、氷水浴びを3回使用するたびに追撃。まあ一応これも水としては水運用はできるけども、どうかなといったとこだよね。一回まとい剥がされるとちょっと使えなくなっちゃうからな、どうかな。まあ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 、ありがたいです。はい、ちょっとね、狙いと違う形なんですけど、なかなかいいところで覚醒引けてますね。はい、困りました。ティファネラをかな、それとも、やっぱティファもいいけど、一発ライトニングやっぱ掴んでおきたいっていうのありますよね。覚醒かシンクロか、まあそういうとこありますから。なんといってもここあれじゃない、ホープって確かチェーン持ってたんじゃなかったっけか、正チェーン、あれ違いましたっけ。それもありますのでね、ここ回していこうか、チケット。はい、いきます。よいしょ。もうこういうのはね、使うときはね、出し惜しみなしでどんどんいきたいと思います。ライトニング来い。よいしょ。1個1個でもいいよ、内容です、大事なのは。スキップいきます。よいしょ。違う。あ、でもいいんじゃないっすか。はい。あ、これレンズ交換できないやつかな。僕ライトニング製の覚醒は持ってますので、これはありがたいですね。はい、10連星雷単体仏光、一定時間聖まとい、 EX モード、一定時間聖浴び使用時に前衛味方全体の時短物理攻撃待機短縮追撃。はい、発動のたびに攻撃回数が順に繰り返し変わる1515連。ああ、これはちょっとありがたいっすね。はい、わかりました。よし、じゃあもう一回チケット使っていきます。おっと、ごめんなさい、何度もね、ちょっと申し訳ないですね。この11連、次の11連で最後にしようかな。はい、あと売却にしちゃったな、ちょっと待って。よし、これをしまってと言って、よし、行きたいと思います。いい流れでね、来てますからね。ライトニングちょっと掴んでおきたい。覚醒シンクロどっちでもいいのでね、行きます。せーの、よいしょ、お願いします。いい流れできてますから、どうでしょうか。いやいや、最後はこれか。スキップいきます。はい、あー、もうスノーですね。はい、バースト。はい、ありがとうございます。まあこれもなかなかいいんですけどね、バフ入るんで。いや、なんかこれ引っ込みつかないっすね。もうこれはズルズルいってしまうパターンですけど、はい、いや、ち
ちょっとあとはもう引けないかな。引けないですね。闇は物理も魔法もそこそこ揃ってるし、風、地属性、雷、氷、炎、って感じですね。ちょっと引っ込みつかないんで、どっかもう一つ回したいところではありますけども、どうしようかな。手薄なところ引こうかな。それとも聖チェイン狙ってどっか行こうかな。ちょっとね、このダラダラした時間がもったいないんですが、あ、待って、15が全然装備薄いんで、ここ行ってもいいかもしれないっすね。はい、ここサクッと引いときます。これ本当の最後の最後、もう泣きの11連にしときます。はい、もうこれ結果よしあし関係なく、もうねここで終わりますから、区切りますのでね。6のイベント来るまでちょっとミスリルも残しておきたいというのはありますので、まあいつ来るか分からないんですけど、いきます。せーの、よいしょ。さあ最後、大きい花火をね打ち上げたいところでありますけど、よいしょ。はい、あざっす、よいしょ。なんだろう、レジ待てかな。まあいいと思います。はい、よし、じゃあもう今回これで、はい、終わります。ちょっとねダラダラ長くなりましたけども、またちょっとねモチベーション上がってきましたので頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。